今回は新型ハリアのインテリジェントクリアランスソナーパーキングサポートブレーキ制止物が作動したので本当にびっくりしました。そちらの動画を紹介したいと思います。いつもご視聴ありがとうございます。イビキン TV、 僕はねつみことイビキンです。今回は動画を作成しようとした動画ではなくて本当にびっくりしたことを、新型ハリアが急ブレーキで止まりました。実は安全機能が作動しました。チャンネル登録もよろしくお願いします。こちらの車両は新型ハリア Z レザーパッケージホワイトパールクリスタル社員です。メーカーオプションにトヨタ初の超高パノラマルーフ、パノラミックビューモニターを装着しています。 2.0 のガソリン車になります。夜間新型ハリアに近づくとこのように足元照明が光ってとてもいいです。エンジンをスタートするとこのように迎えてくれます。 2.0 のガソリン車はガソリン満タンで何キロまで走れるでしょうか。楽しみです。画面に映っている 11.1km の平均燃費はまだ納車されてから一度もリセットしていません。カタログ値の燃費はリッター 15.4km となっています。どこまでその燃費に近づけるか次の動画で検証してみたいと思います。 SUV でこの車格でリッター 15.4km は非常に立派な数値だと思います。今回この動画はたまたまカメラを回してたら安全装置が働いて新型ハリアがストップしたという動画です。新型ハリアが障害物を検知して、そしてアラームが鳴って止まった時は本当にびっくりしました。この後の動画でセンサーが障害物を検知してアラームが鳴って、そしてハリアが止まる時の瞬間を編集なしで撮ってますので、ぜひご覧ください。新型ハリアは最新の予防安全パッケージを全車に標準装備しています。安心快適をサポートする先進技術が惜しみなく投入されています。先進の予防安全パッケージはトヨタセーフティセンスと呼ばれるもので、衝突回避支援パッケージとも言われています。まずポイント1が、5つの先進機能が事故の起こりやすい多くの状況でドライバーをサポートしています。1つ目がプリクラッシュセーフティー、これはぶつからないをサポートしてくれます。2つ目がレーントレーシングアシスト、高速道路のクルージングをサポートしてくれます。3つ目がレーダークルーズコントロール、これはついていくをサポートしてくれています。そして4つ目がアダプティブハイビームシステム、これは夜間の見やすさをサポートしてくれます。そして5つ目がロードサインアシスト、標識の見逃し防止をサポート。ポイント2つ目は2種類のセンサーで高い認識性能と信頼性を両立しています。単眼カメラとミリ波レーダーが付属しています。現在映っているのは新型ハリアの夜間の室内照明ですが、ブルーの光がとても綺麗です。ここからはセンサーが働いた部分になります。ちょっと今ぶつかったんかもって、急ブレーキがあったかって、急ブレーキかかったよ。ああ、何今ガーンって、待って、ぶつかったんかもって、何したん、あんたが何したん、今近づってきた、じゃろうな、でびっくり、ぶつかったんかもって、何もねえのに。今のはドッキリでも何でもありません。本当にぶつかったと思いました。踏み間違いをサポート、駐車場で間違えてアクセルを踏んでしまった時もブレーキでサポートします。駐車時支援機能、インテリジェントクリアランスソナーパーキングサポートブレーキ制止物が作動したようです。警報とブレーキで衝突を緩和し被害軽減をサポート。前後4つずつ計8つのセンサーで障害物を検知し、アクセルとブレーキの踏み間違いの際に自動被害軽減ブレーキをかけます。インテリジェントクリアランスソナーはアクセルの踏み間違いや踏みすぎなどで起こる衝突を緩和し、被害の軽減に寄与するシステムです。車庫入りなどの運転時、制止物の接近を表示とブザーでお知らせするクリアランスソナーに制止物との接触を緩和する機能を追加。前後進行方向にある壁などの制止物を検知している場合、発進時にエンジン出力、ハイブリッドシステム出力を抑制し、さらに距離が縮まると自動ブレーキをかけます。パーキングサポートブレーキシステム作動例は、まず1つ目が低速走行時にブレーキペダルを踏み損ねてしまった、または踏み遅れてしまった時に作動します。2つ目がアクセルペダルを踏みすぎてしまった時に作動します。
3つ目が誤ってシフトレバーを D に入れて前進してしまった時に作動します。パーキングサポートブレーキ静止物の作動開始条件はパーキングサポートブレーキがオンになっている、車速が15キロ以下、車両進行方向に作動対象となる静止物が約2メーターから4メーター先にある時です。今感知しているブザー音はクリアランスソナーが感知している音になります。クリアランスソナーは車両と壁などの静止物とのおおよその距離を超音波センサーによって検知して、メーター内のマルチインフォメーションディスプレイ、ナビゲーション画面またはマルチメディアディスプレイの距離表示とブザー音、音声案内、T コネクトナビゲーションシステム装着者のみで運転者にお知らせします。今回は本当に変なブレーキがかかってびっくりしました。ぶつかった感じがしました。でも実はこれは安全装置が働いたんですね。衝突回避、被害軽減をサポートする安全機能です。新型ハリアーにはこのようにぶつからないようサポートしてくれるトヨタセーフティセンスが標準装備となっています。ご視聴ありがとうございました。高評価、いいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。皆様の高評価、いいねとチャンネル登録が動画作成の励みとなっています。いつもご視聴ありがとうございます。またコメントの方もお待ちしております。